はいどうも、皆様ダミーネットです。さあ、中古で買った飛び出せ動物の森に神データは存在するのかしないのか、夏休みの特別企画編10万円分シリーズ続きやっていきましょうか。いやー、ついにですね、夏休み半分が過ぎようとしているわけなんですけれども、まあ、なかなかね、減っていく中古の飛び森を見続けて、鑑賞に浸ってるわけなんですが、やっていきましょう。おーし、やっていきましょうか。結構、良さげなデータを引いたんじゃないですか？まず、ソパカからチェック。キングしていきましょう。よろしくね、桜村ゆきさん。2013年、結構前ですね。まあ、アップデされる前に売られてたんで、アップデされる前に売られてたってやばいよな、今思えば。だって3年ぐらい店に眠っていたものが俺の元に届いたわけだもんね、任天堂より。OK、 ちょっと行きましょうか。いや、皆さんね、宿題終わりました？宿題。まあ、俺さ、宿題ってさ、だから3パターンあると思うんだよ。夏休みの宿題って。こう、夏休みの最初に終わらせるタイプの人間か、夏休みの、まあ、後半にギリギリに、まあ、追い込むタイプの人間か、あともう一つ、授業が始まる前日に終わらせるタイプ。で、俺、授業が始まる前日に終わらせるタイプなんだけど、その3パターンがいる気がしますね。荒野の床。草花の絨毯、スカンジナビアなラグ、キャンパス絨毯、バルーンな床、で、船盛り、アジアなミニテーブル、お手紙セット、ランチプレート。ちゃんと小分けされてますね。やっぱ女の子のデータって感じするな、ここら辺。バルーン系。で、錦鯉。で、アロワナ。あ、ここら辺、捕まえて嬉しかったやつらですね。で、あとは特になしと。で、斧めっちゃ持ってんな。わかるわ。金の斧持ってなかったらここら辺つれえよな。で、金の上路をなぜか持っている。で、うなぎ系。あ、昔俺もうなぎめっちゃ捕まえた。エンゼルフィッシュ。で、フラッペの写真。花子の写真。ラッキョの写真。エスメラルド。ここら辺は写真系ですね。ゴライアス。わかるわ、ここら辺。残しときたくなるもん。うなぎ。ナマズ。で、最後は、服ですね。で、メガネ系が来て、で、スカート、マネキン、で、ハイソックス。ここら辺は、靴下系か。で、最後に傘ですね。系です。というわけで、最初にお出迎えしてくれたのは、ロイヤル家具なわけなんですが、残念ながらね、右側がないので、上から行こうかなと思います。上の部屋は、あ、リゾート系の家具ですね。で、ここにトロフィーが飾ってありますが、あ、リゾート系の家具で統一してるのもなかなか、まあ、珍しいなと思いますね。これなんだっけ？これ見たことないな。ステンドグラスランプか。めっちゃおしゃれだな。これ欲しいわ。電気つけたらもうちょい明るくなるかなって思ったけど、そんなに変わらんな。ちょっとここら辺が明るくなったかな程度ですね。この部屋自体が明るいのか。左の部屋は、あ、バルーン系かと思いきや、あ、虫飼ってるんか。え、珍しい。女の子で虫飼ってる子、なかなかいないけどな。コーカサスとかもいるもんな。なんか、レアな虫をとりあえず捕まえて、せっかくだから置いてるって感じか。黄金オニクワガタとかもいるもんね。基本、あれか、南の島で捕まえたやつを、ここに置いてるみたいですね。さて、上の部屋にやって、てまいりましたが、あ、上の部屋は卵系の家具ですね。まあでも卵系の家具って明るいよな。だからすごい見ていて明るい気持ちになりますね。しゃ、というわけで、こっちも行きますか、すみれさんのご自宅。どうなってるんだろう。結構いいデータな気がしますが、ちょっと入るだけ入ってみるか。暗いな。あ、これだけか。しかも G いるってことは美しい村条例じゃないんだね。昔マジで怖いデータ見つかってさ、なんか普通にドラクエっぽい感じのマイデータとか貼られてたのに、なんか部屋の中入ったら恐怖村だったデータがあって、あれマジで忘れらんねえ思い出だわ。と、あ、やっぱりここら辺はコンプリートしてるんだ。後ろ側がまだ何もやってない感じなんですね。あー、
珍しい。シーラカンス捕まえてるデータ、なか、記録やばくないこれ、竜宮の使い。めっちゃいい数字並んでんじゃん。あとは、特に真ん中あたりか。夏頃があんまりって感じなのかな。OK。じゃあちょっと村一周して、貯金額チェックしていきましょうかい。セミめっちゃいるよな、この時期。なんかこんなにセミっていたんだってぐらいに。でも公共事業とか、結構力入れてそうな感じしますが。よう、パロンチーノ。いや、おはよう。朝の森に吹く風は気持ちいいな。ちょ、バチよこせい。魚の生態。あーね。魚のバッチか。結構あるんじゃない？魚マニアのバッチをもらった。魚、バッチ結構持ってる気がする。バッチってここだよね。オッケー。あ、そんなこともなかった。で、素潜り名人。あれ？オッケー。じゃあ、早速、貯金額でもチェックしようかなと思います。ここら辺が竹やぶか。で、虫。虫めっちゃいるな。これ抜け殻か。逃げないもんな。抜け殻ですね。なんか抜け殻ってめっちゃ高級に見えない。これ落ちんのかな？あ、さすがに落ちるんか。ちょっとかわいそうなことしちゃったわ。向こう行こうかな。じゃあ、額チェックしていきましょうか。あ、金バラ。この金バラ咲かせるためにもしかしたら、美しい村外したのかもしれない。今日何の日だ？お盆か。お盆の木の実にお供え物。あ、なんか、なんだっけ、ナスぶっ刺さってるやつだっけ。これだよね。キュウリかナスか忘れたけど、ぶっ刺さってるやつがもらえる日ですね。さて、最後に貯金額をチェックしていきましょう。引き出していく。おお、結構持っててビビった。あ、ビビった。てか4が並んでてちょっと不吉だなって思ったけど、400万ベル持ってたら普通にローン返済できたんじゃない？なんか最後までいけそうな気しますよね。途中で飽きちゃったのかな。それだったらなんかローン返済しながらやってもよかったんじゃないかななんて思ったりもしますが。まあ、というわけでですね、今回はこのデータだけで終わろうかなと思います。まあ、夏休み期間中になんとかね、中古のデータを全部紹介しきりたいなっていうのがあるんですが、まあ、ちょっとね、過ぎたら申し訳ないなと思います。ちょっと朝早すぎて空いてないな。時間のね、調整がなかなかうまいことできなかったから、今回は残念ながらどこにも入ることはできなかったんですけれども、まあ、本日8月16日ということで、夏休みも、まあ、あと後半に差し掛かったわけなんですけれども、なんとかね、紙データまた探していきたいなと思います。というわけで今回この辺で終わっておきましょう。じゃあな。まさかこの金バラ1個のために美しい村を外したのか。